さあ続けていくよ。桜大戦とか今セーブしてなかったからさ、あのもしも喋り下手こいて撮り直しとかになったら目も当てられんな。十何分分をもう一回撮り直しということになりかねないが、まあ大丈夫でしょ。これだけ喋ってきたんだ。下手な喋りは、納得のいかない喋りはあったとしても、もうこれはボツだというレベルの喋りにはなるまい。ということで、どうもやっていきます。アザラシです。桜大戦実況第10話のその2。ね、ミカサと将棋丸という二大戦、空中戦艦が出てきて、なんかあの、ナディアみたいになってますけども。その、ミカサの手法の一撃でもって、聖魔城に、の城門に穴を開けて、この、帝劇のメンバーがなんとか、聖魔城に降り立ったという、そういう場面でございますが、いきなり戦闘かい。やめようや、戦闘はもう戦いをやめよう。いきなり戦闘パートじゃな。一番気持ちよく百花繚乱がお見舞いできている。覇者牽制、王家方針が最初の技だったかな。百花繚乱はなんかあまりにもその技の名前っぽくないよな。あまり技っぽくない。しかし何年前のゲームだっていうレベルの桜大戦ではあるんだが、こうやってやるとやっぱりちょっと楽しいし、やってる最中はあまり古さを感じないんだよ、やっぱりゲーム。まあ、あの今はね、例えばキムタクのジャッジアイズとかさ、ああいうゲームを見たりとかさ、ソシャゲの中にもすごいのあるな。それに比べたら全然じゃんって思うじゃん、桜大戦なんて。こんなカシャ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 ンってやってるの全然じゃんって思うんだけど、天面じゃんみたいな感じで言ってるな。全然じゃんって思うんだけど、やってる最中やっぱそれなりに楽しいし、まあ、そんなもんだと思うんだよな、ゲームってな。なんかジャッジアイズはすごいよ。なんかもうほんと綺麗だもんね。綺麗だし、戦ってるところはなんか楽しそうだしね。ああいうゲームをやってみたいなっていう、そういう気持ちも、まあ、ゼロではないけど、100ではない。これでいいなって思う。ゲームってな。そこまでしてゲームするんだったら、もう、スマホのアプリのゲームでいいかなっていう。なんかネクソンの新作ゲームをね、ちょっとね、試しに入れてみて遊んでたんですよ。なんだったかな。ダークネスアベンジャーみたいな。ダークアベンジャーとかそんな感じだったかな。ちょっとやってたの、今日。すげえなって思ったよ。なんか、昔のオンラインゲームの感じの、そのさらに先を行くみたいな。先かな。あとか先か、すげえなって思ったんだけど。でひとしきり2時間ぐらいやって、まあ普通にねミッションクリアしていってて、別に向こうのゲームとして別に何か落ち度があったわけじゃないんだけど、あ、なんか飽きたなと思ってアンインストールしました。あ、なんか飽きたなってなる。不思議なんだけど、なんかね飽きる、飽きちゃう。誰守るのがいいのかな。ジャッジアイズクラスになるとさすがにね。ああ間違えた。防具じゃない。ソシャゲってなんか終わり見えんからさ、よしあしなんだろうけど。
あでも桜大戦だって多分実況今実況取りながらじゃなかったらやろうと思わんのかな。でもこっちの方が面白い気がするな、こういう戦闘のまどろっこしさも含めてな。というのは今のその1個前のね10話のその1で見てたあのやっぱあのなんだろうミカサのあのね帝劇を割って出てくるあのシーンはちょっと来るものがある、かっこいいなって感じるもんね。ああいう感動がああいう感動が呼び覚まされてしまう自分の中で、ああいうのがああいうの見るとああいうの見るといいなって思うな。このゲームはショーゲーマンでも大概驚いたけど、ショーゲーマンの日じゃないからな、このミカサは。打とう、必殺でお見舞いしていこう。だから初めの方でショーゲーマンのあのね、おおこの帝都の下にはこんな船があるんだというところからの二段構え、さらにそれよりもめちゃくちゃでかいミカサという船が眠っているという、これなんかもう昔だよな。昔その地面からなんかこう出てくるっていう、なんかすごいのが出てくるっていう昔のノリだよな。今はあんまりお目見えできないテンプレ、サンダーバードとかさ、あとなんだろうな、あとはその、まあ、マジンガー Z とかもそうかな、うん、地下にすげえ戦艦が眠ってるみたいな、都市の地下に、都市とか、まあ、地下部分にね、ああいうノリ。最近なんかあんまり戦艦とか出てこないな、まあ、出てくりゃいいってもんでもねえけども、出てくりゃいいってもんでもねえけど、ロマンは感じる。おろ？ちょっと違う虹の出方がした。これでGエンドか。すごくスマートに片付いたな。7分。わずか7分。これが桜大戦でやりたい。やりたいことだな。時々さ、ソシャゲとかでもさ、桜大戦コラボとかやって、帝劇の皆さんがね、集合して出てくるってことあるけど、これなんですよ、ゲームは。こんなゲームなんですよ。この後部とかが出てきてるわけなんですよ。まあ、これは後部回だけど。おっせえな、歩きのが。あれ？カンナ、これはイノシシシカ、チョウ、チバ、シカ、サカ、簡単に蘇るじゃないの。あなたたち死んだはずでは、死んでるところを確認したんですかね。サタン様に逆らう哀れな愚か者ども、我らの裁きを受けない。なんやこのいつら、気をつけて、この前とはさっきが違うわ。さっきが違うだと、何が三騎士だ。お壊した、なんでそれそうなの。うい、先に行ってくれ隊長、あたやこいつらを食い止めてる間に。なんだって、ダメだ、なんでこんなことしたかな。タン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 、別にカンナ犠牲にならなくても大丈夫だと思うぞ。なんならさ、ここ壊してからこのガーって閉まらないのにダラダラッとこう入ったらさ、間に合ったんじゃないか。行きましょう隊長、早く、尊い犠牲っていうか人型ならなんとかなると思うが。たった一人残れた、全く泣かせるバカだぜ。相手に背を向けるのはご法度なんだよ。俺にいたぶられてしまう。おお
蹴りまで、サマーソルトキックまで。弱い、弱いのか。ひぃ、あぁ、誰か力を。コブが燃えとる。風で、我が命を糧として。ルフィ、これで最後だ。おお、燃えている。オーラが見せてやるぜ、霧島流最終奥義、司法拘束。司法拘束。流星胡蝶剣みたいな感じだったな。流星胡蝶剣はじ、おおい、カンナ、シス。まあ、ご覧のように桜大戦というのはなかなか重々しいね、重々しいゲームなんでございます。仲間が一人一人亡くなっていく、一人一人っていうか。先に進めよお前ら。カンナさんじゃね、見物しとるんじゃないよ、先進め。おい、そうだ。スミレ、スミレが、スミレくんが、いやー怖いな、一人遅れると、一人遅れると怖いな。なんて失礼な人なんですの。遅れてすまねえな。貴様らの仲間の茶番が随分長引いてな。茶番ですって。ほう。けけけけ。敵、ボス一人に対して後部一体ではな。あまりに。うおお、倒れてしまってる。すみれ、おお、おとといらっしゃい、サンスター。ハラセイ、このまま落ちれば貴様も、貴様も。それが何ですの。いやいやいや、うちなんて我ながら最低ですわね。将棋さん、皆さん、人知れず言っちゃうぞこれじゃ。カーテンコールを頼みますわ。いや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 、マリア、あその絵、その家でええんか。しんみり来とるところ、皆さんしんみり来とるところ申し訳ないけど、今の家でいいんすかね。突っ込ませていただこう。え、写真撮るんですかみたいな。そんな待って、スミレ君がいないぞ。忘れられとる。悲しすぎるだろそれは、さすがに。あ、ひでえ、遅れてきたばかりに勝手に死んだみたいな感じになっちゃったじゃん、それじゃ。いやいやいや、みんなちょっと薄情だよ。後ろをもうちょっと
振り返ろう後ろをさ。こんなコーランが遅れてる、遅れてやつがやられるみたいな感じになってない？コーランどうした？なんか気になるんや。うちが調べときますから、みんな先行ってや。心配せんでええで、問題がなければすぐに追いかけますわ。こんなセリフを残して、それは秘密に決まっとるやろ。まあ任しとき。了解や。この模様は魔術の模様や。まさかこれは反魂の術や。三騎士と不動を蘇らせたやな。不動ってなんだ、不動なあ。かんなはんすみれはん、舞台は引き際肝心やで。おお、なんちゅう頑丈な城もんや。みんなで調べたらよかったのに。エヴァンゲリオンの真心は君にみたいになっとるやんか。堪忍なうちの神武、神武か、神武か、神武か、神武、神武かな。後部海だと思ったら違ったわ。神武だった。今乗ってる機体はやめてくれ、やめてくれ。コーランって久川綾じゃないよな。違うな、違うと思うわ。違うと思う。調べ中。あ、淵崎由里子でした。うんうん。これっておじゃる丸の声優だったよな、確か。じゃなかったかな。違うか違うか。まあまあ有名声優さんですよねなんか有名、誰もがわかる、パッと誰でもがわかる。おじゃる丸のカズマの声だ。田村カズマの声だ。先に行こう。しんみりとしてしまった。あれ？アイリスが遅いぞ。まだ一人残っとった。コーラが一番悲惨な死に方をしてるぞ。あれや、あのままじゃどうやって攻撃してんだこいつ。電気、その攻撃方法ってさ、そのなんか電撃を飛ばすみたいなやつ、あやめがやってたやつじゃん。なんでこの蝶がやってんだ。マリア、え、あんた神倉庫だよ、やめた方がいいよ。そういう仕事はさくらがやった方がいいんじゃないか。アイリスは話せ、話すのよ。ギャー、
パールグブリウォーリーって言ってるに聞こえる。ビチの意味は聞こえないな。ビリウォーロイじゃない？さあマリアの一枚遺影は。笑っちゃいかん笑っちゃいかん。なそういう時の写真ってさ、なんか手袋とかしないよな普通な。なんなら服着てないぐらいの。なんとなくアイリスを連れてきてしまった。なんとなくマリア。多分これどのヒロインと一番好感度が高いとか関係なしにこういう順番でなくなっていくんだろうね。じゃないとなんかマリアの後スミレがなくなるのはどうしても必然だもんな。私はもうダメだわ。でも私の命にかけてもサタン様を邪魔させない。それが私のサタン様に対する忠誠、そして愛。お前たちも地獄に道連れよ。自爆するつもりだアイリス。何をするんだアイリス。離れる、離れるんだアイリス。けなげ。なんかアイリスの転送能力でどっか遠くに。あ、本当にそれをしたようだ。マリアがしくじったんじゃねえか、つまりは。な。アイリスのこの写真はいいと思う。マリアがさ、一人一冊をしてきたのに、ここまで。よし。セーブします。22分になってる。ちょっと今の、マリアのしくじりには、ちょっと。マリアのしくじりは、ちょっと見過ごせないですね。しくじりやがったな、あいつ。ほなまた。